スシロバンバンユドヨノは、インドネシアの政治家、軍人である。第六代インドネシア共和国大統領。頭文字を取り、スビーとして知られる。1949年、東ジャワパチタン生まれ。1973年、陸軍士官学校を主席で卒業。アメリカ合衆国滞在中に、ウェブスター大学に学び、経営学習志望を取得。陸軍では、 戦略予備軍の旅団長、地方軍管区司令官、国軍司令官副官などを歴任。1995年から1996年には、国連軍ボスニアヘルツェゴビナ定戦艦士団で、首席軍事オブザーバーも務めた。スハルト大人時には、社会政治参謀長。かねてより、陸軍切手の秀才との誉れ高く、その将来を嘱望されてきた。 ユスフ・ハビビ政権では、ウィラント国防省のブレーンとして、国防と共に政治にも深く関与するという国軍の伝統的な二重機能を廃止する理論づくりを主導した。その後退役し、1999年にアブドゥルラフマンワヒド政権で初入閣。その後も同政権で政治治治安担当調整省に就任してテロ対策を指揮し、 メガワティスティアーティスカルノプトリ政権でも継続して調整省となった。2004年3月にメガワティと対立して辞任。同年、インドネシア史上初の大統領直接選挙でメガワティを破り当選。インドネシアの第6代大,大統領に就任。テロ対策や汚職撲滅などに力を注いだ。2009年7月の大統領選でメガワティラを破って再選を果たし、 任期を2014年まで伸ばした。2013年3月の民主党、臨時党大会において民主党党首に就任。2014年10月20日、任期満了により大統領を退任した。1976年のアチェスマトラ国の独立宣言以来、インドネシア政府はアチェの独立を阻止するため国軍を動員した鎮圧作戦を展開してきた。 ワヒド政権で自由アチェ運動との和平協定が締結されるが、メガワティ政権で協定が決立し、非常事態宣言を発令。アチェへの外国人の訪問が禁止される。大統領に就任したユドヨノは、メガワティ政権の方針を引き継ぎ非常事態宣言を延長するが、2004年12月のスマトラ島、沖地震の発生を契機に、アチェの復興を優先することで合意し、 2005年1月にヘルシンキで和平交渉を再開。8月15日に和平のための共同を描きを調印。これに伴い GAM は武装解除し、また、ユドヨノもアチェから国軍を撤退し、29年間にわたるアチェ独立運動を集結させた。2013年1月29日、日本の岩崎茂統合幕僚長と会談。 防衛面での協力拡大について協議し、翌30日に合同軍事演習を将来的に開催することで合意した。12月23日には、安倍晋三内閣総理大臣と会談し、経済、安全保障面での協力拡大に合意した。4月23日、2006年以来7年ぶりに、ミャンマーを訪問し、テインセイン大統領と会談。貿易投資拡大や観光。 運輸、農水業、エネルギー、人材交流の面での協力拡大に合意したほか、仏教徒との対立からミャンマーからの国外脱出が相次いでいるロヒンギャンについても協議した。10月2日、中国の習近平国家主席と会談。2012年に執行した通貨スワップ協定の再開や合同軍事演習の開催、兵器の共同開発を行うことで合意した。 11月、オーストラリアの情報機関がユドヨノの,の携帯電話を盗聴しようとしていたことが発覚。11月18日に中央オーストラリア大使を召喚し、11月20日にはオーストラリア農産物の一部輸入と軍事、情報協力の凍結を表明。2014年5月、中央オーストラリア大使を再びオーストラリアに派遣し、6月4日にはバタム島で トニー・アボット首相と会談。情報活動の行動規範を策定することで合意し、軍事、情報協力の凍結を解除した。アナス・ウルバニングルム元民主党党首は、汚職疑惑をかけられ、党首を辞任に追い込まれた際に、ユドヨノが、汚職撲滅委員会に圧力をかけたと主張し、ユドヨノを、権威主義の王様と批判した。2013年5月、 アメリカのアピール・オブ・コンシャンス財団から宗教的自由、寛容性と人権の尊重を促進したとして世界の政治家に選ばれた。しかし、ユドヨノは宗教省に宗教少数派を軽んじる人物を任命するなど寛容性に欠ける人事を行っており、また国内で頻発する宗教対立、民族対立に対し有効な対策を示せていないことから、 国内外の人権団体から受賞はふさわしくないと批判を受けた。2014年9月25日、市長選挙の直接選挙制を廃止し、地方議会による間接選挙制に移行する改正案が、プラボースビアントラ野党、メラプティ連合により提出される。改正案は、ジョコ・ウィドド新政権に対抗するため、市長を野党寄りの人物で占めることを目的としており、 ユドヨノは改正案に反対するジョコに同調し民主党議員に反対に回ることを指示するが民主党が提案した直接選挙改革案が却下されたことに反発した民主党議員が議会を退席したため翌26日に間接選挙改正案が可決される法改正に際し国民からスハル届独裁時代への逆行と非難の声が上がりユドヨノは10月2日に 法改正を無効にする政令を出したが、国民からは議会での対応を非難され、退任直前にお手を残したと評価された。2013年10月7日、APEC 首脳会議に出席した際、ウラジーミル・プーチン大統領の誕生日を祝い、ギターで誕生日ソングの弾き語りをした。ありがとうございます。